この5年間、短いようで長いようで、やっぱり短かった。完璧でキラキラしたオードアイドルになりたくてがむしゃらに頑張ってきたけど、私はみんなが言ってくれるほど、思ってくれるほど完璧なんかじゃなかったから。でもこれだけは言いたいです。アイドル斉藤なぎさを見つけてくださって本当にありがとうございました。早いようで遅いような、眩しい光、長い雨もみんなといて幸せだよ。ずっと一緒にいたいけど、きっと永遠じゃないから、この青春抱きしめるよ。今君と進みたい、この駅でまた約束しよう。何十年経って大人になっても君は変わらず少し遅刻、はにかむんでしょう。僕は泣いたりするのかな。友達じゃない、家族じゃない、初めての出会いだった。器用な仲間羨ましくて眠れない夜もあったよ。素直な気持ち伝えられなくてすれ違った時間だから、今は大きい声で届けるよ。本当にみんなのことが、一人一人のことが世界で一番大好きです。手を伸ばしたら掴める雲、もう少し待ってみんなで掴もう。離れていても忘れないよ。僕はこの駅で君をずっと待っている。固いつぼみは鮮やかに今咲き誇る。私斉藤なぎさはイコールラブを卒業します。これからも重ねていこう、ずっと。こんなに僕は笑ってたかな、こんなに僕は泣き虫だった。悔しい、うまくできなかった。知らない自分出てくるんだ、みんなといるとなぜか。この駅でまた約束しよう。何十年経って大人になっても、一人悩んだ曇り空も今は大丈夫、みんなが太陽だから。また来ちゃいましたね。やばい、落ち込む日が早すぎん。発表されてた、ね、早いよ、本当に。まだまだあるって最初思ってたよね。思ってたんよ。早かったよ。てか、うち顔大丈夫？全然可愛いよ。じゃないかも。あなたが今日世界で一番可愛いんだから。やった、写真を持ちながら。ありがとうございます。ありがとうございます。あ、ありがとうございます。すごい、斉藤なぎさ様の。そうなんです。個別？個別の。寂しい。寂しい。行くよ。来てるだけ置いとく。ありがとう、持ってくれて。マジか。また後で行きます。どっちも。この辺で撮ります。かわいい。またじゃあ下ろしてもらう。はい、めっちゃかわいい。フリフリや、天才なの。靴履きます。すごい、すごい。やったー、やったー、やったー。やったー、すごい。もう泣きそうになってやばい、すごい。結構ボリューム。めっちゃかわいい。お姉さん、お姉さん。本当にやめちゃうのかな。まだやめる実感がしない。リハボイコットしたらさ、うん、卒コンもさ、ボイコットできるかな。なんか何と言ったらいいのか。なんかこれ、なんかアイドルが卒業しちゃう。最強で最高のアイドルが卒業しちゃいます。今日で事実を受け入れられません。まだもう全部映る。やだ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 。現実を受け止められない。ごめんね、待たせちゃってみんな。絶対やっぱサナツ正解だね。なぎさのサナツが一番最初に泣いてそうみたいな。昨日も泣いてましたね。でも目腫れてない、よかった。
あーやだー早い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 あまたいる？いよりいる？いるよ。かわいすぎる。ちょっと言葉が出ないくらい。いや、ちょっと泣けてきちゃう。ダメですよ。泣いちゃうからね。そんなことあるわけないじゃん。懐かしい、ここ。はい、シュキピーさん。うん。シュキピーで早着替えしたくない？これ。した。懐かしい。覚えてるわ、そういえば。ここのちゃんと細い道を通りない。衣装さんが作って。かわいい。え、かわいいすぎ。写真撮りたいこのマイク。撮りな。撮りな。みんなと出会えて、みんなと5年間ずっとずっと一緒に共にできて本当に幸せだったし、本当みんなだったからこそ私は今こうやってイコラブにいられてると思う。本当にいっぱい可愛いもくれてありがとう。あれからもずっと大好きだから今日も頑張ろうね。はい、はい、今日も可愛いですか？可愛いよ。ありがとうありがとう。衣装と同じですよ。じゃあ11人で最後の背中叩きいきましょう。はい、はい、いきます。せーの、イコンラン。お願いします。頑張ろう頑張ろう頑張ろう。頑張って頑張れ。私、斉藤なぎさはイコールラブを卒業します。私のアイドル人生を最後まで見届けてください。
最高の笑顔届ける才能に甘えないの努力が大事や。信じられない。ね、なんか泣きそうだよ。ダメだよ。ダメだよ。ダメだよ。大丈夫。そんな時は楽しもうよ。いくつになってもこのままここで輝く。ねえねえ教えて、まだ今日も遠い可愛いよ。いつまでも好きでいて約束よ。私だって君のことずっとずっと大好き。5年間一緒にやってきて、なんか本当にいなくなっちゃうんだなっていうことにも本当に早かったなって思いますし、寂しいですけど、なんか前を向いて頑張んなきゃなって思いました。ステージに立ってキラキラしてアイドルしてるなーたんもすごく好きだったから、もう見れないんだなって思ったらなんか寂しい。憧れもあり相棒っていう気持ちもあり、心の奥深くにいる子っていう、なぎさは自分にとっての理想のアイドルなんですよ。まーたんは一番の憧れの存在で大好きな人です。イコラブとまーたんとの出会えてよかったって思います。グループとしては離れてしまうけど、私は卒業してもイコールラブのメンバーには変わりないと思ってて、一番の味方でいさせてください。なんかもうナータンのアイドル姿が見れないんだって思うと本当に寂しくて、本当に令和の最強のアイドルがナータンだなって思ってます。最初からこのメンバーだったからこそすごく寂しいですし、でもこう次のステップにナータンが進むということで、そこは応援したいなって。なぎさの分までこう夢を背負ってというか、なぎさにとって恥ずかしくないグループにしたいなと思います。なあが世界で一番可愛い姿を間近で見れてすごく輝いてたし、私は斉藤なぎさが世界一のアイドルだと思ってるので、立ってたくさんたくさん私たちを引っ張ってくれてありがとうの気持ちと、やっぱり先頭で立つからたくさんの、こんな小さい渚には苦しかっただろう、たくさんの言葉もあっただろうし、その時にもうちょっと自分が何ができたら卒業を止められたのかなとか、すごく昨日も思っちゃって、でも渚はすごく強くて、私なんかより何倍も強くて、私は兄弟がいないけど
勝手に渚のことはずっと妹だなって思ってて、たくさんの愛を私たちにずっとずっと届けてくれてありがとう。5年間お疲れ様でした。これからもずっと大好きです。ありがとう。大好きだよ渚、本当に。私も大好き。ありがとう。ありがとう。ここで私からもメンバーにねお手紙を書いてきたので、読んでもいいですか。メンバーみんなへ、まずは本当に私と出会ってくれてありがとう。どんな時でもどんな私でも受け止めてくれて支えてくれてありがとう。毎日ずっと笑いが絶えない楽屋も、ちょっと眠かったレッスン室も、みんなと一緒に立つステージも、全部が宝物です。人のことをなかなか信じることができない私が、こんなにも全てをさらけ出して信じることができたのはみんなだったからです。でも一つだけ心残りなことがあります。それは東京ドームに一緒に立つことができなかったこと。きっとそれはファンの皆さんも見たかったと思います。これは私からの最後のお願いです。東京ドームに立って最高の景色を見てほしい。とっても難しいお願いだと思うけど、私が見てきたみんなは誰よりも強くてかっこいいから、きっと大丈夫だと思ってる。これからもずっとみんなの一番のファンでいます。出会えたのは運命だね。大好きだよ。ずっと言えなかったんだ、だから恥ずかしかった。斉藤なぎさです。神奈川県出身の13歳です。歌もダンスも頑張りたいです。アイドルっぽく頑張ってオーラをつけていきたいです。やっぱりアイドルはみんなに愛されるような可愛い女の子でいなきゃいけないので、みんなに愛されるような女の子になりたいです。アイドル斉藤渚を見つけてくれて本当にありがとう。これからもずっとイコールラブのことも君のことも大好きだよ。